女、もっと待たねば。この世はもう限りあり。我が対岸のためには今だ足らぬ。つまり生贄がもっと欲しいってこと？じゃあもし生贄をもっと捧げたら返してくれる？巫女を欲するか。お前が手を組む相手として悪い選択肢じゃないと思うけど、アルケニモンやピエモンはお前にとって期待外れだったかもしれないが、私ならもっとたくさんの人間をお前に捧げることができる。何の話かと思えば、もとより役立つとは思っておらぬ。私はあいつらとは違うんだ。すがりついてご機嫌を伺うだけじゃない。私には私の強い意志があるんだ。もっと生贄を用意してくる。そうすればこの世界も救われるんだろう。だからさっきも言った通り、生贄を捧げる代わりにみゆきを返してくれ。よかろう。我が対岸を成就した暁には、このよりしろ返してやろう。約束だよ。Thank you.
カイト、あの…人間の子供たちよ、こんな時にすまないが。ジジモン…いいかな、ジジモンがどうしてもみんなと話したいって。かの地の住民を代表して感謝を述べよう。我らの命を救ってくれてありがとう。そしてあの子を失わせる羽目になって本当に申し訳ない。謝らないでよ、ジジモンの責任じゃないんだから。ジジモンや遊園地のみんなが悪いだなんて誰も思ってません。ねえみんな、私たち前を向かなきゃダメだと思うの。ミュウちゃんの死を無駄にしないためにも絶対無事に脱出しなくちゃ。そうよ、本当に心から悲しいことだけど、だからこそ引きずられちゃダメ。俺たちが今感じているやるせなさ、これは敵にとってつけいる隙となる。今は目の前のことに立ち返り、落ち着いたら未来のことに力を注ぐべきだ。ああ、そうだ。いつまでも泣いてたらダメだよな。葵ちゃんの言う通りだよ。ミユちゃんだって生きてたらきっと。いい加減にしろよ。ミユの気持ちを勝手に作り上げて喋ってんじゃねえ。ミユのためにとか、ミユが生きてたらとか、てめえらにミユの何がわかるってんだ。カイド、俺らはそんなつもりじゃ。もういい。待てよカイド。待ててば。なんだよ。みんな悪気があるわけじゃない。カイトの気持ちだってよくわかってる。もちろんみんなもミュウのことを悲しんでる。黙れ。悲しいからこそ、リョウやシュウジさんの時とも同じように僕たちは前を向いて。黙れって言ってんだろうが。そもそもお前らが、お前らが最初から敵と戦う覚悟を決めてればバラバラに動くこともなかったんだ。みゆきがどうの、逃げ遅れがどうの、ごちゃごちゃやってるから。みゆが、優しくて弱いみゆが狙われる羽目になったんだろうが。カイト、それは分かってたはずだろ。弱い奴はすぐに食い物にされちまうって。だから俺は強くなってミユを守ってきたんだ。それなのに、いや、俺にもっと力があったら。ごめんカイト、今のカイトは八つ当たりしているようにしか見えない。だと？ミュウを失ったのが辛いのはわかるよ。でもみんなは最大限自分にできること、やるべきことをやっていた。
誰も悪くなかった。カイトだって本当は分かっているんじゃないのか。黙れ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 。どうしてよりによってミユがあんな目に遭わなきゃいけなかったんだよ。誰もミユも悪くないとしたら、どうしてミユだけが綺麗事で片付けようとしてんじゃねえよ。結局他人事だと思ってんだろ。違うぞカイト。ドラクモ、お前も追いかけてきやがったのか、役立たずか。カイト、今の言葉はひどい。いいんだ、実際俺はカイトの大事なものを守れなかった。なあカイト、受け入れられない気持ちはわかる。だが認めなければ前に進めない。ミユはもういないんだ。うるせえんだよ。どこ行くんだよ。待てタクマ、追わない方がいい。これ以上は何を言っても多分無駄だ。ドラクモ、少し頭を冷やしたら戻ってくるさ。様子は俺が見ておくから。分かったよ。それよりアグモンの力になってやれよ。え、アグモンがどうか。さっき子守で悲鳴あげてただろ。ねぎらってやるといい。森そのものは今はみんなが手伝う。お前は頑張ってくれたアグモンをしばらく休ませてやるといいさ。そうするよ。ありがとうドラ。はいはい、それじゃ。
Thank you.
カイト。放っておいてくれ。ううん、そんなことできない。辛い気持ちはわかるつもり。私も悲しくて苦しいわ。でもこのまま辛い出来事にとらわれていたら、あなたまで危険に。放っておけって言ってるだろうが。カイト、言い過ぎだ。ごめんなさい。でもカイト君、このどこかで立ち直らないと危険だってカイトならわかるでしょ。敵につけいられるだけじゃない、シュージとロップモンのようになってしまうかもしれない。じゃあどうしろってんだよ。偉そうに講釈垂れておきながら、お前たちはミウを守れなかったくせに、かわいそうかわいそうって同情して勝手にいい気分になってんじゃねえよ。私わかってる、すまん。葵の言ってることは正しいわ。今のままじゃやっぱりカイトは危険だもの。でも今のカイトには葵のこ…カイトくん…
んだね。よし、俺が行こう。おっと、俺の番だな。行くぜ。余裕だな。教授、森を探索していたんだよ。奥の方に新しい建物が出現。え、本当ですか？どんな建物ですか？中に人はいましたか？落ち着いてくれ、タクマ君。一つずつ答えるから。すみません、つい。私が見たのは図書館だよ。図書館？軽く入り口付近を見ただけだから、中に人がいたかどうかは分からない。それにあの図書館は明らかに
今までの建物と違う。違うってどんな風に？あの建物は、いや、みんなの前で話した方が早いか。とにかく一度校舎に戻って。そう。どうしろってんだ。ちくしょう。カイト。お前も来るな。どっか行け。それはできない。いいから。どこかに行かないと、お前にまで暴言を吐いてしまうって感じかな。な、ハル。生きてたのか。今までどこ。そんなのどうでもいいよ。それより大事なのはカイトさんのことだ。カイトさん、こんなことした主に復讐したい。ハル、お前、主が憎いよね。大事な妹を奪われたんだもんね。だったらついてきなよ。僕がいい方法を教えてあげる。俺は復讐。カイト、ダメだ、行くな。あれ、あの後ろ姿。ううん、カイト君だけじゃないわ。ドラク、待って葵、飛び出しちゃダメ。ラブラも、でもハル君が生きてたのよ。様子が変だわ。ドラクモンは焦ってるし、ハルも怪しい気配がする。嫌な予感がするの。追いかけるにしてもみんなと行きましょう。そうね、冷静になる。お待たせ。って、あれ、葵さんとカイトは？二人とも見つからなくて、どこに行っちゃったんだろう。僕、二人を探してくるよ。みんなは？みんな、よかった、ここにいたのね。お願い、森に来て。葵さん、よかった、ちょうど探しに。こっちとしてもちょうどよかったわ。あのね、カイトが？カイト君とドラクモンが、ハル君と一緒。ハル？あいつ無事だったのか。でもなんか様子が変で、どこか異様な感じがしたの。
それでね、カイト君とドラクモンがハル君と一緒に森の奥の方へ行ってしまって。ん、ま、待ってくれ葵君、二人は森へ行ったのか。はい、確かここから見てあっちの東の方へ進みました。東？図書館の方角だ。え、それってまずいんじゃ。図書館？さっき教授が見つけたって、森に新しく出現した建物なんだ。まだ調べてない、何があるかわからない場所だ。もしそっちの方に行ったなら危険すぎるよ。本当に新しくできたばっかりだって言うなら、もしかしたら主の手下も調べに来てるかも。まずいだろそれは。ただでさ今のカイトは危なっかしいのに。助けに行かねばならないだろう。それもすぐにだ。うん、今のカイトを放ってはおけない。行こうみんな。おいおい、なんだよこの建物、もう校舎からだいぶ離れちまったじゃねえか。なあハル、この建物が目的地なのか。ハル、おいカイト、ハルがいねえぞ。それがどうした。どうしたって、ここが目的地なんだろ。行こうぜ。カイト待てって。すげえ静かだ。人の気配が全くしやしねえ。カイト、これ以上はダメだ。さっきから嫌な予感しかない。みんなのところに戻ろうな、カイト。復讐、ここに復讐のための何かがあるなら俺は戻らない。バカ言え、こんなうさんくさいところに何があるって。そんなもの罠に決まってるだろうが。なあカイト。お兄ちゃん。まさか。お兄ちゃん。ミエ。ミエ、ミエ、生きていたんだな。うん、死んじゃった。もっと生きていたかったのに、家に帰りたかったのに、もう帰れないよ。元の世界に戻れない。ミュウ、お兄ちゃんはうちを守ってくれるって言ったのに、助けてくれるって言ったのに。ねえ、どうして、どうしてうちを見捨てたの。違う、見捨ててなんていない。俺はお前を助けようとしたんだ。嘘つき、嘘つき、嘘。だってお兄ちゃんは霧の中に入るのをためらったじゃない。うちが飲み込まれたあの時、お兄ちゃんは一緒に来るのをためらった。自分ばっかり大事にして、うちを見殺しにしたんだ。いや、違う。話を聞いてくれ、ミル。やっぱり、お兄ちゃんはう
口を言い訳にして暴れたかっただけなんだ。違うんだ、違うんだよ、ユウ。俺は、いや、違わないか。確かに俺はお前を助けられなかった。ごめんよ、ミル。ごめん。許してくれ。ねえ、ずるいよ、お兄ちゃん。お兄ちゃんだけ生きて元の世界に帰るのはずるい。そうだよな。あ、そうだよな。お前がそう思うのも仕方がないよな。な、待てカイト、こいつの言い分はおかしい。そうだ、これは幻だ。今までにもあったじゃないか。俺たちを惑わすためにミュウの幻を見せているんだ。騙されるな、カイト。お兄ちゃん、うちのことを守ってくれるって約束したよね。その約束が本当なら一緒に来て。ほら、こっち、ついてきて。ミュウ、待て、一人じゃダメだ。俺から、お兄ちゃんから離れるんじゃ。ダメだカイト、行くな。止めるなよ。よく考えろ、ミユは死んだんだ。ついて行っちゃダメだ。なあカイト。行かなくちゃ。ミユのところに、もうあいつを一人にさせられない。約束守らなくちゃな。カイト！教授、本当にこっちで合ってるんですか？うん、間違いないはずだ。はずって？まだ建物は見えないが、方角は合っている。もうすぐだ。まさか建物ごと消えたってことはないよね？そんな、カイト君。ん？あれは図書館が見えました。いや、別の厄介なものを見つけてしまったようだ。レナモン。ここに来たのは私たちに接触するためか、それとも図書館目当てか、みゆき君のためか。黙れ。お前にみゆきの名を語る資格などあるものか。やはり君は私のことを恨んでいるのか。恨む？どういうことだ。答えを返す義理はない。お前らには黙って生贄になっても。以前アルケニモンが言っていたな、人間の子供は巫女ほど重要ではないが十分に使い道があると。でもそんなことに葵たちを私はしないわ。何をするつもりかは分かんないけど、生贄なんて絶対にダメだ。ふん、使い道すらない獣たちがよく吠える。なんだと。レナモン、どうしてだ。お前はミユキを助けようとしていたじゃないか。僕たちは同じ目的のはずだ。だったら一緒に。従わないつもりか。ならそれでいい。力ずくで従わせるだけだ。レナモン。
みんな気をつけろ。来るぞ。レナモン進化。私の術の餌食となれ。悪魔に立ち向かうつもりか。俺が行こう。僕の番だね。狩られたいものから来るがいい。俺が行こう。絶対に勝つんだ。ヤタガラモン、すべては整った。
どう動くべきか。俺の力も上乗せしよう。任せておけ。俺に任せておけ。もうどうして戦わなきゃいけないんだ。お前だってミユキを救いたいんだよな。知ったような口を聞くな。約束したんだ、ミユキを守ると。私だけがミユキを助けられるんだ。それって僕たちと同じ？ハルでもタクマでも他の誰でもなく、この私がミユキを救う。レナモン、お前たちにいいことを教えてやろう。仲間の居場所だ。仲間？それって
こと？あいつを助けたいのなら図書館に来い。そして自らの罪と向き合うがいい。あ、来なければカイトもドラクモンも死ぬ。必ず来るんだ。カイト君、捕まってしまったのね。でもそれならハル君はどこに？話がおかしいぜ。ハッタリなんじゃん。いや、あの口ぶりはハッタリとは思えない。でも捕まえたって言うなら、なんですぐに生贄にしないわけ？葵たちをおびき寄せて生贄を増やすためでしょうね。それつまり罠ってこと？でも罠だったとしてもやることは変わらないよ。そうだよ、二人を助けなきゃ。行こう。もう少し進めば図書館が見えてくるはずだ。Thank you.
それで道を切り開く。Thank you.
道を切り開く。
相手になろう。僕の番だね。動くべきか。俺に任せておけ。来たんだね。
タクマ、教授がいるよ。幻を見せられているのか。違う違う、私は見捨ててなど。私は教授、しっかりしてください教授。教授、すごい汗だぞ。大丈夫？大丈夫、大丈夫だ。すまない、取り乱した。幻を見ていた。いや、幻というには作為的な内容だった。あれは幻ではない、意図して作り出されたものだ。苦しめ、弱らせることが目的なのか。心を追い詰め、しかし壊さないようにしている。子供たちだけでなく、私にも見せようとしたのは、その理由は。教授にも幻が見えたのか。そんなに変なことなんですか。ただ単に図書館に入ったもの全員に見える幻だったってことなんじゃ。その可能性はある。だが気になることもある。敵にとってはいらない邪魔なだけの存在だと思っていたんだが、だったら私を図書館に入れず、分断した時に排除すればいい。排除って、つまり殺せばいいということだ。だが敵はそうはしなかった。つまり私も生贄足りえるのか。それとももっと別の理由が。教授、タクマ君、君にはすでに少し話しているが、ミユキが私の姉であること、ハルが昔の私の姿をしていること、私は今までそれらが元の世界に戻るために必要のない情報だと、むしろみんなに余計な気苦労をかけるだけだと思い込み、言葉を濁してきた。だが、その思い込みは間違っているかもしれん。レナモンの像も、レナモンが主についたことも、おそらく私の過去と関わりがある。すべてを救う鍵がミユキであるならば、私の事情も、もう無関係でいられるはずがなかったんだ。だから、無事にこの図書館を脱出できたら、すべてをみんなに打ち明けようと思う。私について。私の姉について、最初から全てを。教授、思い出せたんですね。ああ、そうだ。今まで黙っていてくれてありがとう。そしてすまなかった。まずは全員で拠点まで無事に戻ろう。わかりました。そのためにも捜索を手伝ってください。まだ見つかっていない人がいるんです。ああ、わかった。全力を尽くそう。
たくまくん、葵さん、もう大丈夫？ええ、十分休ませてもらったわ。悪い幻を打ち破ってくれてありがとう。役に立てたならよかったよ。みんなが無事で安心した。この後はどうするの？全員と合流したら扉か窓を破って一度この建物を出よう。罠の中じゃ調べ物なんてできないよ。まずはここから逃げ出すことを考えるんだ。お前たち人間はまたそうやって逃げるのか？レナモン、待ち伏せていたのか。このまま逃がしては捕らえた意味もないだろう。無駄な抵抗はやめて、早く生贄になってしまえ。待てよレナモン、お前の目的を教えろ。ミノル、お前はミユキを救いたいはず。ミユキが主に囚われた状態では困るはずだ。なのになぜ主に加担する？主からミユキを救いたくないのか？呆れるばかりだ。君たちは本当に同じことしか聞かないな。そのしつこさに免じて教えてあげるよ。すべてはミユキを救うためだ。ミユキを救う？主から取り戻すってことか？そのためにこの子たちを身代わりにするつもりか？身代わりってタクマたちとミユキを交換するってこと？主は生贄を欲してる。多くの生贄を食らって初めて主の世界は広がるんだ。私は主の手足となってお前たちを連れていく。その代わりにミユキを返してもらう。主がミコを返すはずがない。君は騙されている。だからといってミユキを、私の運命の子供を見殺しにはできない。運命の子供？じゃあレナモンにとってのミユキは僕にとってのタクマなの？そうだ。お前たちの世界の時間で数十年前、多くの子供たちがお前たちと同じようにこの世界へ迷い込んだ。その中にいた二人の子供、水瀬美雪と水瀬明晴。水瀬明晴。美雪ちゃんの弟の明晴。春くん。お前のことだ、水瀬明晴教授。いや、春。は？じゃあみゆきって教授のお姉さん？いくらこっちとあっちで時間の流れが違うって言っても、教授とみゆきじゃ歳がおかしいだろう。みゆきは特別だからな。時の流れに置き去りにされているんだ。みゆきは水瀬の巫女だ。世界と世界をつなぐ歌を操ることができる。みゆきはその力で、神秘の歌で、秋春、お前だけを元の世界に戻したんだ。じゃあ教授はこの世界に来るのが二度目だってことか？そうだレナモン、ここで見たお前の幻が教えてくれた。私の記憶の蓋、真実を隠す恐怖、あの悪趣味な幻は全てを取り払った。私はみゆき姉さんを置いて元の世界に戻り、そしてこの世界で感じた恐怖ごと記憶に蓋をしてしまったんだ。お前を逃がしたせいでみゆきは主に捕らえられ、魂の半分を奪われた。その影響か、私が生き残った仲間を解き伏せみゆきを奪還した時には彼女は自我を半ば失っていた。お前の身勝手な保身のせいでミユキはこの世界に置き去りにされた。主に取り込まれ、正しく年を取ることも
心を動かされることもなくなった。ハル、お前は自分だけおめおめと元の世界に帰り、置き去りにされたミユキを見捨てたんだ。ミユキはお前を救うために心を壊されて傷ついたのに、なのにそんな状態でも彼女は弟を待ち続けていたんだ。あ、弟はきっと来てくれる。ミユキはそう信じていた。そう思わないと本当に壊れてしまうから。だから私はこの姿で彼女を支え続けた。お前がミユキのそばにいた頃の姿で、私はずっとお前の影帽子でいたんだ。お前がこんな老いぼれになるまで、ずっとずっと一人で彼女を助け守ってきたんだ。レナモン、すまなかった。それは償いきれないほどの大きな罪だ。そうだ、贖えない罪の行き着く先は死だ。お前たちは全員主の生贄になってもらう。待ってくれ、タクマ君たちはこの話に関係がない。あるさ、ミユキを取り戻すための交換材料だ。私の目的は復讐ではない。だが結果としてお前たちは死なねばならない。しかし私にとってお前の姿を撮り続けることがどれだけ屈辱的か分かっていれば、私の意志が固いことも分かるはずだ。残念だけど私たちだって簡単に犠牲になるわけにはいかないの。サキ、私たちだって仲間には死んでほしくない。フローラモンと一緒に生きたいの。あなたの苦しみは分かるわ。自分だったらって考えたらたまらなくなる。でもそのために私の大事な先を奪わせるわけにはいかないわ。レナモン、僕には主がミコを解放するなんてどうしても思えない。ミユキを取り戻すためにすべきなのは生贄を捧げることなのか。本当にミユキを取り戻したいのなら僕たちで声を届けるべきだ。私たちの声はきっとミユキに届く。だからレナモン、黙れ。レナモン、認めない。私ではなくお前たちの声ばかりがミユキに届くなど認めない。おとなしく彼女のために逃げとなれ。それがお前たちにできるたった一つの償いだ。はあ、カイト、彼女のためだ、生贄だ。黙って聞いてりゃくだらねえことをベラベラと。てめえらが自分のために他人から奪ったものの大きさ、重さ、思い知らせてやる。やれ、ドラキモン、あいつを殺せ。仕方ねえ、分かったよ、やってやる。ダメだよカイト、一人で突っ込んじゃ危ないよ。僕たちも行こう、カイトを援護するんだ。甘いざれ事はもう終わりだ。立ちはだかる者は私の敵だ。
案ずるな。よし、早めに終わらせる。俺が行こう。絶対に勝つんだ。ヤタガラモン、すべては整った。これで道を切り開く。
俺だな。案ずるな。早めに終わらせる。私が動く。番が来たんだね。案ずるな。早めに終わらせる。温室戦。何やってるんだよお前ら。さっさとあいつをズタズタにしてやれ。カイト、落ち着けって。冷静に戦わなきゃ勝てる戦いも勝てなくなる。余裕ぶってんじゃねえよ。てめえも所詮他人事だと思ってんだろ。カイト、ミュウの恨みを晴らしてやる。ミュウを奪った奴ら全員地獄へ落としてやる。動くべきか。成長はしているようだ。
べきか。俺に任せておけ。未開封の神。私が動く。力も上乗せしよう。スパイアルフラワ俺に任せておけ。未開封の神。私が動く。力も上乗せしよう。スパイアルフラワー。はじめから勝敗は決まっていた。君の怒りはもっともだ。だが少しでいい。話をさせてくれ。だと。やめてくれ、カイト。もう決着はついたじゃないか。これ以上痛めつける必要なんてない。傷つけ合わなくていいんだよ。そうか。お前もか。カイト？レナモン、君とミユキの間に強い絆があるのは分かっている。私は君からミユキを奪ったりはしない。嘘だ。だってお前はミユキを見捨てて。嘘などつくものか。
私は感謝しているのだ。君が辛い思いをしたことはよくわかった。私の存在が君をどれだけ苦しめたかも、どれだけ私を恨んでもらっても構わない。しかし今は協力してほしい。主の言葉を信じたところで、君に待つのはさらなる忍耐の日々だけだろうから。何を言う。私は君にこれ以上の苦しみを与えたくない。そしてみゆきにも。だからお前がみゆきを語るなと。主が約束を守る保証などない。賢い君なら分かっているはずだ。それでも約束にすがってしまったのは他に方法がなかったからなのだろう。だがそもそも最初にみゆきを脅かしたのは主だ。そして今度は君が主に騙され苦しめられたと知ったら、その時一番悲しむのはみゆきだよな。レナモン、姉さんを、みゆきを主の手から取り戻そう。あの日私たちがするべきだったことを今成し遂げるんだ。もうそこにはいないのか、みゆき。お前が寄り添っていた時とは違う。巫女の魂は我が内に沈んだ。いくら訴えかけたとて声なぞ届くはずもない。じゃあやっぱりお前は獣ごときの言葉に応じる必要などあるまい。騙したのか私を。レナモン、耳を貸しちゃダメだ。みゆきはあの城で教授の声に応えた。みゆきの魂はまだきっと主のそばにある。みゆき、我が運命の子供、私の声を聞いてくれ。エナ、ハル、ミユキ。くだらぬ。巫女はすでに我が手中にあり。違う。みゆきはお前のものなんかじゃない。あの笑顔も歌声も優しい心もお前なんかのおもちゃにしていいものじゃないんだ。みゆきを離せ。これは。そうだレナモン、私たちの思いを力に変えてくれ。レナモン、ワープ進化。
は満ちました。昨夜も我らに神のご加護。さあ、行くわよ。動くべきか。さあ、行くわよ。
行くわよ。行くわよ。金剛界マンダラ。行くわよ。取り戻せなかった。でも分かったよ。みゆきはまだ主の中にいる。言葉も声もやっぱり届くんだ。声が届く。そうだ、ああ、私の声も届いた。
レナモン、すまなかった。辛い思いをさせてしまった。そして、ありがとう。姉さんに寄り添ってくれていて。みゆきは他の人間とは違う。特別な力を持っている。巫女の力ってやつか。そうだ。生贄にはならない代わりに力を震える。悲願の世界をつなぐ扉を開ける力、それがあるから主はみゆきに執着しているんだ。主の目的はみゆきの力で扉を開いて何をする気なんだ。復讐だ。人間の世界に攻め込む気なんだ。この世界が霧に飲まれ壊れ始めているのも主の目的と関係しているのかもしれない。主の目的を阻止しないと私たちが帰れないだけじゃなくて、両方の世界が霧に飲み込まれてしまう、そういうことよね。私は主からみゆきを助け出したい。レナモン、僕たちの目的は同じだ。ジジモンさんは最後にはみゆきちゃんを倒すしかないって言っていたわ。だとしても私たちだってみゆきちゃんを助け出すためにギリギリまで考えたい。そうだよ。だって私たちの声はみゆきちゃんにちゃんと届くんだよ。さっき実際に届いたじゃない。だからきっとこれからもみんなの気持ちは届くって。みゆきちゃんに声を届け続けられたら、それでみゆきちゃんが自分を取り戻せるなら、うん、やるだけやってみようよ。助けられた方がみんなハッピーだもんね。お前たち、お前もっと俺たちを頼れよ。ハルとしてだったけど一緒に過ごした仲間だろ。共に行こう、レナモン。僕たちでミユキと世界を救おう。ああ、それじゃあみんな一度校舎に戻って疲れを回復しよう。ちびっ子たちの様子も見たいしな。ねえ、待って、カイト君とドラクモンはどこ。さっきまで近くにいたはずなのに。え、あれカイト。ねえ、この状況でカイトがいないってちょっとヤバくない。カイト君、聞こえたら返事を。ねえカイト君、ドラクモンどこ。レナモン、カイトの行方はわからないか。すまない、それがわからないんだ。確かにここへカイトを連れてきたのは私だ。幻を見せたの。その幻にヒントがあるかもしれないわ。一体カイトに何を見せたの。具体的にはわからない。ある程度なら予想がつくわ。幻は見る者の心によって変わるんだ。そのものが今最も辛く苦しいと感じている記憶が元となる。私はカイトに復讐をそそのかし呼び出した。ならカイトの見た幻は当然。このまま放っておいてカイトの心が復讐に取りつかれちゃったら、主につけ込まれるかも。うん、それ以前にドラクモンが危ないよ。ああ、ドラクモンがロップモンのように邪悪な進化を遂げてしまう可能性すらある。手分けしてカイトを探そう。急がないと手遅れになる。
ふざけた野郎だ。だが、あいつはいいことを教えてくれた。いいこと？復讐って言葉だ。待て、カイト。何を考えている？てめえならわかるだろう。なあ、俺とてめえは絆で結ばれてるんだろう。カイト。俺からミュウを奪ったやつら、ミュウを助けなかったやつら、そいつらが悪いんだ。俺がそれを分からせてやらないといけない。ミュウ、お前を苦しめたやつらは俺が懲らしめてやるからな。一人残らず、全員俺がこの手で。